県によりますと、SFTS に感染したのは埼都市の80代の女性で今月中旬、全身の倦怠感や食欲不振などの症状が出たため医療機関に入院その後、SFTS と診断され、今月下旬に死亡したということです女性にダニに噛まれた後は見つかりませんでしたが発症前は農作業やペットを飼育していたということです 県内では今年、この女性を含めて7人が SFTS に感染し患者の死亡はこれで2例目となっています。